ただカラオケに行ってとか、ただスタジオに行って歌うだけだと上手くなりますけど、絶対にすぐに天井が来るんですよ。全部がこのいい声ってい う, こう集合があるとするじゃないですか。この中に収まってんだよ。この番組はキョロスポンサーテーションだ。プロプレスポーズ。はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノイサマホンでございます。今日もよろしくお願いします。最初なんかちょっと高い声出てない、なんか高い声出てない、 D5 ぐらい出ましたけれども、そんなことないとして、いや調子いいかもしれんということで、今回は歌を始めた時に知りたかったこと8選という内容をお送りしていきたいと思っております。僕歌始めてもう10年以上経つんですけども、まあ、これ分かって理解できた上で練習とかしてたら時短できたな、5年くらいでここまで来れたなみたいな、まあ、そういうことが、いくつか思い浮かんでおりますので、それをちょっとね発表していきたいなと、皆さんに共有していきたいなと思います。だからマインドですよね、心持ち、これがあるだけでやっぱその練習の効率ってめちゃくちゃ上がるんですよね。向く方向がこうしっかり定まるっていうか、それはすごく効率の上がることだと思うので、まあね、ちょっとこう行き詰まってしまっているとか、成長速度を上げたいとか、もっともっと歌上手くなっていきたいんだという方には刺さる動画だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。こんな感じでこのチャンネルではボイトレ関係の動画、日々発信しておりますので、チャンネル登録まだお済みでない方はぜひよろしくお願いします。いっちゃいましょう。ではまず一つ目いきたいと思います。歌を始めた時に知りたかったこと、一つ目は用語は必要ないということ、これになります。どういうことかというと、なんか世の中にはたくさんのワードがあります。それこそまあね、みんな大好き、例えばミックスボイスとか、あとね、ヘッドボイスとか。あとまあね、僕のね、専門のジャンルで言うと、例えばね、ホイッスルボイスとか、グロールとかね、ピックスクイールとか、いろいろあるじゃないですか。で、ある程度、カチッと定義があるもの、なんかみんなが理解できるもの、それこそなんかホイッスルボイスとかってわかるじゃないですか。ピーってなるすごい高い声のことってわかるじゃないですか。こういうのはいいんですけど、なんかヘッドボイスとかって言われた時に、ん?ヘッドボイスってどっからどこまでのことを言うんだろうとかって、ちょっと人によって変わったり曖昧だったりするじゃないですか。こういうワードってね、必要ないんですよ。もちろん知ってるに越したことはないと思うんですけれども、こだわる必要は全くないっていうことです。まあね、もちろんヘッドボイスに限ったことじゃないんですけど、ヘッドボイス、ヘッドボイスって、腹式呼吸、腹式呼吸、なんだなんだってなってると、非常によろしくないので、まああくまで用語ではなくて、体感とか耳で聞こえる情報でいい音っていうのを選別できるようになっていくっていうのが非常に本質だと思います。用語にとらわれないことがすごく大事です。さあ、そして二つ目は上達には時間がかかるということです。これなんですけれども、意外とボイトレって中長期的な目線で上達をその見込んでる人ってあんまりいなくて、なんか意外とやっぱね、人間って楽したい生き物なんですよ。ダイエットで言ったら1ヶ月で10キロ痩せたい生き物なんですよ、楽してね。だから、やっぱね、こう、中長期的に見れてる人って、中長期的に練習の計画を立てれてる人って、あんまりいなくて、すごく短期的に5分で簡単にできますとか、そういうのが、やっぱりどうしても受けてしまう。簡単です、5分でできますとか、なんかこう、こういうストレッチをした後に歌ったら楽になりますとか、そういうの、あると思うんですよ。多いと思うんですよ。で、これ自体はね、いいことではあるんですけれども、これっていうのはやっぱその定着する、いい発声が定着するかどうかっていうのはまたちょっと別問題になってくる。もちろんヒントには全然なると思うんですけれども、本質的な上達とはまたちょっと別の話になってきます。だからね、僕もね、当時ね、あ、ミックスボイスってこうやるんだ、あ、高い声確かにちょっと出たかも、うわーってこう喜んでたんですけれども、まあそれはそれでいいことなんですけれども、幸せだと思うから、まあ、今思ってみると、まあなんか、その時にできることを組み合わせただけやんみたいなね。何かをプラスにすることは何もできてなくて、その時になんかすでにできていることを継ぎはぎしただけのものみたいな。だから真の意味でもう発声を根本からいい状態に持っていって、それを永続的に持続させるっていうのは、やっぱ日々のちっちゃいちっちゃい積み重ねと自分の体感と耳と向き合うことっていうのがやっぱ大事ですね。で、僕これ声を大にして言いたいのが、これね、大体僕の目安なんですけれども、ボイトレをちゃんとしたボイストレーナーに習って3年から5年、独学でやるなら10年以上かかる。まあなんかある程度いい状態に持っていくのに、と思ってます。で、これを意識できている人の方が、その短期的に見てる人、なんか3ヶ月で上手くなりそう、半年で満足いきそうって思ってる人よりも、上達は結果的に早くなります。だから今言った3年4年とか10年とかのスパンよりも、もっと短くできる可能性が、そういう思考を持って、ってた方が実はその可能性があるっていうね、ちょっと皮肉なもんなんですけれども、だから心持ちとしてはそれぐらい長い時間、別に長いとも思わないけれども、長い時間を見積もってもらった方が精神衛生上いいと思います。なんか半年経って全然うまくならなかったっていうよりも、あ、なんか3年かかると思ってたけど意外と2年でいけたの方が良くないですかって僕は思います。さあ、そして3つ目、ただ時間を費やしてもうまくいかない、これがね、2つ目とちょっと絡むんでこの並びにしたんですけれども、ただカラオケに行ってとか、ただスタジオに行って歌うだけだとうまくなりますけど、
絶対にすぐに天井が来るんですよ。もちろん、うん、そういう何も考えずに歌を楽しむ時間っていうのは絶対あった方がいいと思うから、それは全然いいし、僕も生徒さんにそう言うんですよね。全然練習だと思わないで普通に歌を楽しむって目的で歌を歌うっていう時間は絶対あった方がいいのでやってくださいって言うんですけど、練習をしたい、練習をするという目的で、例えばカラオケ行くなりスタジオ行くなり、まあどこでもいいですけど発声練習をするのであれば、ただ声を出すとすごく効率が悪いというか、まあほとんど意味をなさないことも悲しいことに多いので、ちゃんと何を持って練習をしているのか、何を目的として、それをどういう方法で練習しているのかっていうのを頭の中でちゃんと整理してから練習に取り組んであげるとすごくいいし、そういう場合でしたらもう本当に毎日とか、まあ2日に1回とかの10分とか20分とかの短時間の練習でもすごく身になるし、確実に上手くなっていけるんで、練習、歌を歌う、単にね歌を歌うじゃなくて練習をするのであれば、ちゃんと自分の頭で考えてその上でこうコミットしていくっていうのがめっちゃ大事だと思います。逆に言うとそうしたらもう絶対上手くなるんで、ぜひね喉と頭を使って頑張ってみてください。さあ4つ目こちらです。思い込みがめちゃくちゃ多い、こちらでございます。これどういうことかっていうと、声って目に見えないじゃないですか。目に見えないし、あんまり人とシェアできないのね。経験が少ないというか、他の人の声を冷静に分析したりとか、その人の全ての声を、ある一人個人の声の全てをこう、情報を抜き取るとか、で、それを何人もこう、重ねるとかね。そういう機会って、まあ、ないんですよ。ボイストレーナー以外ないんですよ。だからね、声に対してのシェアって、ほとんど自分にしか向かないから、めちゃくちゃ狭いんですよ、視野。これマジで、マジの話で。もう自分の声しかやっぱ情報がないから、すごく狭い世界で生きちゃってるんですよ。これ今ご覧いただいてる方もほとんどそうです。自分の声が当たり前の世界だから、だからね、自分が例えば、できていると思っていることが、例えばあるとしますよね。これができている確率、正しく本当にできている確率ってめちゃくちゃ低いんですよ。僕の経験上 10% とか 15% とか、それでもちょっと甘く見てるぐらいのレベルなんですね。これはできるんですけど、これができないんですよね、みたいな相談を、例えば、していただくことがあるとして、これができてるんですよねっていう前提がそもそも違うっていうことがめちゃくちゃ多いんですよ。これってのはやっぱり他の人と比較ができなかったりとか、そのトレーナーとかお医者さんみたいにいろんな人の声を毎日聞いて情報を消化して考えてっていうのはする機会は少ないからな。どうしてもそれはそうなっちゃうんですよね。だからその人がね、裏声だと思って出してた声も他の人からすると全然それ裏声じゃないけどみたいになっちゃったり、こういうのもよくあるんですよ。これがめちゃくちゃ成長を妨げてしまいます。だって例えばやっぱさっきも言った通り、できてると思ってるものができてない状態って恐ろしくないですか？この鍵で合ってるわと思って持ってきた鍵を、合ってない鍵穴に頑張って差し込み続けようとしてるような感じなんですよ。飛び箱とかって基本的にはさ、なんか5段が飛べたら4段は飛べるじゃないですか。でも4段が飛べない人って5段飛べないじゃないですか。で、この例えで言うと、その人の頭の中では4段は飛べてるつもりなんですよ。飛べてないけど。もうぶつかっちゃってるんだけど。飛べてるつもりだから、5段にチャレンジしようとしてるんだけど、それは4段が飛べないんだから、5段は当たり前のように、6段もそうだけど、飛べないよねっていう話になっちゃうわけですよ。練習で行き詰まってる人、こういうパターンすごく多いので、思ってることが果たして思い込みじゃないかどうか、確実かどうかっていうのを、今一度確かめてみるとすごくいいんじゃないかなと思います。これは過去の自分に一番言いたいことの一つです。はい。さあ、5つ目、こちらです。楽な発声は本当に楽だということです。これね、別の言い方も考えてみたんですけど、喉は糸も簡単に締まるということ。あとは、辛くない発声、イコール楽な発声ではないということ。まあ、こういった言い換えができるかなと思っていて、喉ってね、マジすぐ締まるの。別にこれ皆さんがね、すぐ締まるの。で、締まるっていうのは、強く締まることだけを締まるって言うんじゃないんですよね。さっきちょっと言った、辛くない発声ってあるじゃないですか。例えば、男性だったら、まあ、はーって。これちょっと低い声出してみてください。女性だったら、まあそうね、この辺かな。F シャープぐらい、はーってこの辺で声出してみてほしいんですよ。まあ、辛くないでしょ？辛くないじゃないですか。辛くないんですけど、それって、楽じゃない発声の可能性も結構高くて、そのまま上がってってみたときに、音程をですね、上げてってみたときに、喉が締まってきてしまう感覚、それこそ。が起きる可能性があるんですね。これっていうのは高いところで閉まったのではなくて、低い時点で閉まってるので、高くなった時に初めて閉まったことに気づけてるだけなんですよ。そうなんですよ。だから低いところでそもそも楽な発声ができてないっていう、こういうのもあるんですよね。だから楽な発声って楽なんですよ。楽っていうところに一点に行かないといけないんですよ。辛くないとかじゃないんですよ。で、辛いはもちろん違うんですよ。ね、楽っていうこの一点超ピンポイントなんですよ。楽っていうね、そう、ここにこうドンピシャ来る必要があるわけなんですよ。なので、このなんかピンポイント感があまりない人っていうのは結構要注意なので、なんか適当にやってますさみたいなパターンの場合は、ちょっとこう低いところの音程から
見直してももしかしたらいいかもしれません。さあ後半戦やってまいりましたね。続いて6つ目は苦手なことから逃げちゃいけないということです。これ他の動画でも何度か言ってるかもしれないですけど、ボイトレってできないことがあったら困るんですよ。できないことなくしゲームなんですよ。できることを増やすって言ったらそれはそうなんだけど、どっちかというとできないことをなくすゲームだと僕は思ってます。まあ例えば低い裏声が苦手だわとかさ、声帯閉鎖が苦手だわとかさっていう場合は、それをね逃げてたらずーっと上手くなれないんですよ。その苦手なところを克服するのがトレーニングじゃないですか。得意なところを伸ばすのもすごく素敵なことだと思うんですけれども、ボイトレはそういう側面よりはできないことをしらみつぶしにした方ができることが増えるし、できる部分がよりできるようになるんですよ。なんかね、時代に合ってないね、なんか足並み揃えようみたいな。なんですけど、ボイトレは残念ながらそういう側面が強いと思ってます。あのね、得意なことってもうできることなんですよ。できることだからどうしてもね、そっちに寄っちゃうんですよね。それが気持ちいいから。まあ、いわゆる癖ですよね。その習慣が気持ちいいからどうしてもそっち行っちゃうっていう。合ってなかったとしてもね。シンプルにその習慣が気持ちいいからそっちに寄っちゃう。苦手なことは楽だったとしても、本当は楽に出てたとしても、やりにくい、やりづらさ、親近感のなさを感じるからどうしてもやめちゃうみたいな。だから定着しない。結局普通の癖に、普段の癖に戻っちゃうみたいな。そういう悪循環を繰り返してるっていうパターンが、まあ、独学においては特に非常に多いです。なので、苦手なことこそ、時間を割いてトライしてください。まあ、もちろんそれだとつまんないから、得意なことも、ガンガンやりながら、で、全然いいと思うんですけど。でね、ちなみに僕はね、声帯閉鎖がね、めちゃくちゃ苦手だったので、3年ぐらいずーっと練習し続けました。で、あと最近は、裏声もっと、クオリティ上げられるなと思って、ここ1年ぐらいはずーっと裏声の練習をしてるみたいな感じです。みんなも頑張ろう。さあ、そして7つ目はこちら。ボイトレはコスパがいい。こちらでございます。これどういうことかと言いますと、まあ、ボイストレーニングに通う、教室に通うっていうことを指してますが、やっぱそのね、お金もかかるしさ、ね、移動にもちょっと時間かかったりとかするしさ、なんか抵抗ある人も多いと思うんですよ。何するかわかんないとかもあるでしょうしね。なんですけど、ボイトレはマジでおすすめです。あのね、第三者の目線っていうのは本当にめちゃくちゃ大事です。僕もずーっとボイトレ言ってます。今みたいにプロとして活動させていただいてる中でも、ずーっと必ず毎月行ってます。やっぱね、わかんないことたくさんあるのよ。自分だと。なんか、気づかないうちになんか変なとこにあざとかあるじゃん。なんか普段。俺、こんなとこにあざあったみたいな。ね。そういうのがいっぱいあるから、声も。気づいてないうちにこんなになってたんだ。俺の、私の声、みたいな。そういうのめちゃくちゃあるので、自分のことってやっぱ一番当該元暮らしというか気づけないこと非常に多いので、第三者からそのリアルタイムでフィードバックをもらうっていうのがやっぱめちゃくちゃ大事だし、あとね、まあ、簡単に言うとできないことができるようになりますよ。本当に。ボイトレ行けば、自分では絶対にたどり着けなかった領域まで行けます。あるいは、もうなんか、十数年かか、道のりがかかるようなところまで行けます。数年とかで行けると思います。あとね、ボイトレ行く側面としては、まあお金を金銭的なものを払うので、まあ自分のケツを叩けるんですよ。もうやるしかないじゃん、お金払ったら。やるしかないから、やらないともったいないからね。練習もするし、指導も受けるんで、やっぱ上達もすごく早いですよ。あとね、お金を払うっていうのはすごく大事なことで、お金を払わない情報とか、まあ指導とかアドバイスっていうのは責任が何もないんですよね。適当なこと言われちゃうから、なんか、お互いに時間の無駄になっちゃうことが多いんですよ。もちろんね、親身な方とかもいると思うし、信頼できる情報ももちろんあると思うんですけれども、お金を払うっていうのは相手に責任を負わせるってことだから、相手もその責任という対価を支払ってくれた上で、いい人だったらね。だ上で、指導をしてくれるので、その情報にはすごく価値があるし、まあさっきの話でしたけど、お金を払ってる自分も、その情報をちゃんとこう受け取ろうっていう、需要もできるしっていう感じ。なりますよね。だからね、こう、一人で練習してっていうのもめちゃくちゃいいと思うんですけれども、それで苦しくなってきちゃったりとかね、楽しかったはずなのに苦しくなってきちゃったりとか、で、あげくできなかったりとかって悲しいじゃないですか。それよりは、ポンと勇気出して一歩踏み出して、2年3年とはかかるかもしれないけれども、新しい世界に身を投じるっていう方が、意外と人生豊かになったり、すると僕は思ってます。僕はボイトレ行って本当に良かったなって心から思ってるし、周りにもそういう人間多いので、これは自信を持って言えます。さあ、そして最後になりましたが、歌を始めた時に知りたかったこと8選。ラストは、すべての声は繋がっている。これでございます。これはですね、まあ、いろんな、それこそね、ワードが出てきます。ミックスボイス、ヘッドボイス、まあ、ファルセット、チェストボイス、いろいろありますが、あとまあ、デスボイスとかもありますが、これらは、もちろん音色違いますけど、基本的には全部同じなんですよ。同じなんです。何をもって同じかというと、いい声、正しい声というジャンルとして同じものなんですよ。全部がこのいい声っていう、こう集合があるとするじゃないですか。この中に収まってんだよ。いい声部門の
どこがミックスボイス、いい声部分のここがホイッスルボイスみたいな感じで、このいい声っていう枠の中に全部収まってるんですね。で、いわゆる喉が閉まってる状態とか、まあ別に同じ意味なんだけど、例えばこう、正しく呼気が使えてないとか、いい鳴りを作れていない声っていうのは、この集合の外にある声なんですね。だから、どこにも慣れないし、慣れたとしてもちょっとこう、片足突っ込んでても一生ここから動けないしみたいな。すべてはこの、いい声っていう、ここのジャンル、この畑の中で繰り広げられる物語なんですよ。だから全部をね、リンクさせて考えるのが大事なんですね。僕、ボイトレって国語と数学だと思ってて、数学ってなんかこう、数字を代入してとか、あの公式がここで使えるとかで、いろいろこう、リンクさせて考えないといけないじゃないですか。だし、国語とかってなんか言葉の意図をこう、汲み取って考えないといけないじゃないですか。これらの要素を結構ボイトレって含んでいて、というかまあ、ほぼ同じで、ああ、ミックスボイスの時のあの感覚は、この時の感覚に似てるっていうか、一緒じゃない？ピコポンみたいな。そういうのがね、めちゃくちゃ、全部のジャンルであるんですね。ここをしっかりリンクさせて考えていけると、めちゃくちゃ効率よく練習できるし、最終的にいろいろな声ができるようになるし、混乱せずに歌ライフを楽しむことができるようになるんですよね。なんか、ミックスボイスはこう、ヘッドボイスはこう、デスボイスはこうって、こう、分けては考えない。もう全部一緒って考えます。これをね、理解するのはめちゃくちゃ、ちょっと難しいんですけれども、まあ、ある種悟ってくるとこういう風になってきますので、あ、そうなんだって、まあ、これ、今ちょっと難しいなって人は、そういう風に思っといてもらうだけでもすごくいいと思うので、ぜひ頭の片隅にでも入れといてもらえると嬉しいです。はい、以上、歌を始めた時に知りたかったこと8選発表してまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、できるだけね、噛み砕いて説明をしたので、ちょっと長くなっちゃってるかもしれないんですけど、こういうマインドで練習をするのがマジで大事だと思います。まあ、8つって多いから、これ刺さったなとかいうやつだけでもいいですよ。4つとか3つとか。全然いいと思いますよ。あとね、例えば皆さんのご自身のこのなんかモットーとか教訓とかもあれば、ぜひコメントで共有していただけると嬉しいので、ぜひどしどしコメントもお待ちしております。今回の動画参考になったよと、良かったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ということで、デスノイ様本がお送りいたしました。バイバイ。